は最新型ロボット。僕らと違うのはただ一つ、そう、君は不思議なんだ。夏が始まる時、僕と君は恋に落ちたんだ。もしも私のこの命が限りあるものになることがいつかはできたのなら、もう一度あなたを制限時間内に見つけるわ。そうしたらそれを奇跡と呼びたいの。不死鳥よ、僕に英雄を与えてください。僕と君なら何も怖くないから。天国なんて君が会いないのならば、僕は君と永遠になるから。神様の発明、誕生するすべてのものには終わりをプログラムするというこの宇宙のルール。ロボットの神は人類だから天国なんかないのかな。もしもこの聖なる星が降る夜が最初から存在しなかったのなら、あの真っ白な世界を朝とは呼ばないわ。終わりのないものなんて最初から僕に英雄を与えてください。僕と君なら本当に怖くないから。地獄だろうと君が会いないのならば、僕は君と永遠になるから。日が暮れるようにも美しい魔法を、今を大切にすることができる魔法。神様私にも死の魔法をかけて、永遠なんていらないから、終わりが来れる今を愛したいの。不死鳥のように美しい君に、いつか終わりが訪れますようにと、価値あるものはいつかは壊れるから、僕は君の手を強く繋ぐ。